比較的作業しやすいかな、こんな感じですかね。はい、それじゃあね、何回か紹介しているあのいわゆる石膏卵、ここの中にね、これ実は割れちゃってるやつなんだけど、この中に何かこの消しゴムのキャラとかプラスチックのなんか恐竜とかヘビとかのキャラ入れればね、例えばヘビの卵とかね、恐竜の卵って言えるわけだよね。まあ、ひよこがあると一番可愛い、まあ、失敗してもね、これ、まあ、失敗したというかわざとこれ割ったんだけど、閉じたまんまるの石膏でもいいはいいんだけど、ちょっとこういうふうに欠けてる方がなんか卵か、なんか美学的に、美学じゃないな、なんかいいかなって思ってんだけどね。でこれどうやって作るかっていうと、じゃ風船を使うのね。でこの中に石膏を入れられればいいんだけど、このマヨネーズのねチューブを使いますね。またあのこういうふうにね、紙の筒を作っておくとこんなふうにね、そうだよ ね結構あの作業的にはこの割り箸と紙、そうそう、紙の筒があるだけで相当楽に、ここでやろうとするとね、あの机の上がものすごい石膏だらけになっちゃったりして大変だったり、水を入れるんだけどね、この水になんかあの絵の具で色をつけたりすると、まあ、それ楽しいかなと思ってね、こんな風に色をつけてみました。これ割り箸はいらないですね。よかったね、割り箸いらなかったね、さっき使ってなかったです、ちょっとあれ絵の具残ってますけど、あちょっと色がでこの水と石膏の割合って結構シビアで、ちょっと量間違っちゃうともう固まり始めちゃったり、なかなか固まんなかったりするのね。ここはちょっと急ぎで、色をつけた、綺麗な色、薄めの緑、ここで確実に水とよく混合させておくってことですね。風船をつけて、ここでよいしょよいしょ、で全部中身を風船の方に移動させる。でこれしっかりこの風船をかけとかないとこれ外れたりするんだけども、まあ手伝う人がね、パートナーがいればいいんですけど、一人でやる場合はこんな風にしてちょっと慎重にチューブを、こう気体も一緒にね、空気も一緒に移動しちゃうと。でこれであの結んでもいいし、一回にこうやってね風船をくるくるって回して、こう絞って安全策でこう洗濯バサミで止めておくと、あのゆっくりできます、作業ね、落ち着いてできると。でさらに安全策でタコ糸でギュッとこう締めておくと良いと思います、ね。まあ、これで外しちゃっても大丈夫だと思うんですけどね。あとはひたすらこの固まるのを待つと、ね、まだあの中が液体なので、あの感触がね軽いんですけど、これがだんだん固まってくると、だんだんこうほら風船の内側にこのへばりつくので、重たく感じるようになってくるので、ちょっと発熱反応で、あの水はするとね熱を発するのでね、こうポワーッとあったかくなってきて、あったかくなってきたって、ちょっと重たくなってきたのが一応サインと、ね、はい、だいぶこう重たく感じるのね。液体の時はこう軽いんだけど、へばりついてくると重たくなってくるのね。でポワーッとあったかいんですよ。でここであんまりこう力入れちゃうと、乱暴に扱うとこれあの薄くなってからペコッとこう穴開いちゃったりするのね。でこれであのもう紐をあの外してもいいんだけども、いきなりもう風船をこう切ってしまいましょう。やべ、あ少し穴が開いてしまいましたね。穴開いちゃってもいいんですけどね。お、こんな感じですかね。ハサミでだけで、あの、風船がこう破れる場合もあるんだけど、爪楊枝でね、こうちょっと丁寧にこう、丁寧にこうやっていくと、比較的、作業しやすいかな。こんな感じですかね。ね、まあ、完璧にこの丸くなることは、あの、でもそれはそれでいいんだけど、こうやってね、あの言い訳がましいんだけど、こう破けてる方がなんかリアリティがあって、でここになんか
消しゴムのキャラ、恐竜とかさ、蛇とかこんな入れたりなんかすると、なんか卵から帰ってきたみたいなイメージ、ワニなんかいいかもしれないね。あのより楽しみが増すかなっていうんですね。でちなみにこう、石膏を偏らせてね、あの起き上がりこぼしみたいにしてね、するっていうね、あの慣れてくるとそんなことしたりとか、これちょっと絵の具でちょっと緑色に色をつけたんですけど、まあ、白の方がいいのかな。綺麗ですけど ね動っけ動っけってこの色だったっけ。動っけでなんすか。動っけってことあるじゃない、卵から高いやつね。そういうやつ。ああ、そうそう、動っけとかね。あとね、これをあの植物の栽培ポットにするっていうのもアイデアもあるようですね。で、あの、あの根腐れが起こしにくいので、ここにような種を植えたりとか挿し木にしたりとかね、するっていう、そういうことも使ったりとかして、あのそういうアイデアもありみたいですよ、ね。アボカドの種をやったら面白いですかね、これ ね。まあ、あのこういう培養土を入れてね、そうやって植物を育てるっていうのも面白いアイデアじゃないでしょうか、ね。はい、以上です。はい、はい、OK。